ナチャンネル。はい、どうもどうも東京どうも、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます、ローソン100で買いました福袋でございます。この季節にって感じです。この2月の終わりに、売ってましたね、賞味期限の問題なのかな、ちょっとわかんないですけどね、商品入れ替えとかがあるんですかね、お正月以来であります。なんかお店の外に出てたんですね。数がねそんななかったんですよ。だからこれはちょっととりあえず買うしかねえということで買いました。はい、ちょっと見えてます。はい、1個目ドーン、来たパープカー。これもあのお正月の福袋も入ってたね。この他ではあまりなかなか見ないパッケージのやつね、オリジナルちょっとデカめのやつね、一人じゃ食べきれない感じがね、あなたお買い得でいいですよね。はい、来たポテトチップス。これもねお菓子の定番、ピザ味なんですよね、しかもね、これね、いつもねどうしようかなっていつも思ってたんです。この見てください、これ原産国中国ね。これはいいとか悪いとかじゃないんですけど、どうしようかなって言ってねいつもね、とりあえず保留っていう感じになっててね、ね、そういう感じでございますね。さあ来ました、これは来た、うちの子たちもなんか食べたりする、ガツも量が多いやつね、これで3つ目、もう3つ目ですね、早いな。ガツ盛りでございます、大盛りのやつ、子供2人で食べれちゃうっていうね、1個で、おー来た、柿の種ピーナッツ入りてかピーナッツ普通入ってんじゃねーって思うけども、ちゃんとピーナッツ入りって書いてあるね、さあ来た、今度はピーナッツ絡みでピーナッツブロックチョコレート来た、ね、これで5個目ですかね、もう半分ぐらい、大体半分ぐらい来たんじゃない、1080円ですかね、値段的に。はい、ちょっとがっかりします。そばでございますお菓子が入ってるのかなって思ってたらね、こういうのも入ってるんだということでね、5人前結構でかいですね、さあ今、なんか流しなきゃ吟味してます。あ、来た、もったいぶって出したキムチ鍋つゆ、と思いながらね出しましたね。はい、いや、こういうね液体もんだったからね、だから重かったんだって感じですよ。さあもったいぶって出してます。あ、来た、大盛りクリームシチュー来ましたね。この水もんが重かったんだな、俺お茶買わなくて済んだなみたいなね思ったんですけど、これ来た、これもいつも入ってます、マグロフレーク、これねレギュラーですよね大体ね。あ、来た、お、これもよく入ってるカレーね、これ、ま、同じも入ってた正月に。さあこれで全部かな、これ10個出ましたね、1、2、3、4、はい、はい、11個目、はい、ご飯、今回もち麦ご飯ですね、11、ということで、おしまいでしたっけ。ではこんな感じで出ました。あ、出ました、最後にもったいぶって出した親子丼ね、というわけで12個ね入ってましたかね、1080円で12個ということでね、ちょっと お買い得というわけですかね。はい、以上でございます。どうもどうも東京ども、鍵さよならホームラン、ありがとうございました。よせな、この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル